Gematuria are methods of assigning a numerical value to a Hebrew word or phrase based on its letters. Wikipedia writes that Gematuria originated as an Assyro-Babylonian Greek system of alphanumeric code or cipher that was later adopted into Jewish culture. Then, according to Jewish Gematuria, the number 77 or 77 stands for Christ. Today's video is about the most sacred number 77 or 77, which relates with Jesus Christ in the paintings. ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば、数字の77、もしくは77は、クライスト、つまりキリスト、つまり救世主を意味します。今日の動画は、その77についてのものです。77は、中世の絵画の中の至るところに使われています。広し林、浜松シティ、ジャパン。この絵は、カペラ・システィーナの天井画の中でも中心的な絵の一枚です。この絵は、アダムの創造というタイトルがついていますが、向かって左側にいる神はアダムではありません。イエス・キリスト自身です。それはともかくも、では向かって右側にいる神は誰かというと、一般にはエルシャダイということになっています。このエルシャダイは誰かということですけども、このエルシャダイがアヌ王、そしてまたの名をゼウスであることを続く動画の中で証明します。Ancient History Encyclopedia writes about Prometheus as follows. In Greek mythology, the Titan Prometheus had a reputation as being something of a clever trickster, and he famously gave the human race the gift of fire and the skill of metalwork and action, for which he was punished by Zeus, who ensured every day thatAn eagle ate the liver of the Titan as he was helplessly chained to a rock. I, Hiroshi Hayashi, wonder if Prometheus is just a clever tricker, but this is not a point for today's video. I hereby prove that King Anu is Zeus, or Zeus is King Anu in this video, with evidence Raffaello Santi had left us for humans. The point is thatPrometheus was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan Prometheus. ギリシャ神話によれば、チタン族のプロメテウスはずる賢い詐欺師として位置づけられています。そして人間に火と金属加工の知恵を与えたという罪により、プロメテウスから罰を受けることになりました。プロメテウスはゼウスに体を鎖で巻かれ、毎日和紙に肝臓をついばまれるという刑を受けましたということになっていますが、本当にそうでしょうか。が、それは今日のポイントではありません。私、林博氏はアヌ王イコールゼウス説をラファエロ・サンチが絵画の中に仕込んだ暗号を解くことによって、この動画の中で証明します。アヌ王イコールゼウスでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。それはともかくも、ラファエロ・サンチがこんな絵画を描き残しています。その絵画の右下に描かれている動物は馬なのか、それとも牛なのかということになります。一見すると馬のように
見えますが、立花恵子さんという方がこれは牛ではないかと教えてくださいました。牛です。これで謎が解けました。この動物は馬なのか牛なのかですけども、立花恵子さんによればですね、角があるみたいだと、そして耳の位置もおかしいというわけですね。つまりこれは馬ではなくてお牛というわけです。ビンゴです。そしてお牛、牛ということになれば、つまりはプロメテウスを意味するシンボリックな動物ということになります。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。で、冒頭で話しました話を思い出してください。プロメテウスはワシに肝臓をついばまれる時計をゼウスから受けます。そして右がそのプロメテウス像です。右のプロメテウス像は足に鎖を巻かれ、そしてワシに体をついばまれています。この赤い部分がワシということになります。そして左のラファエロの絵の中でもワシ、もしくはカラスのように見えますが、ワシに体をついばまれている牛が表現されています。これでここに描かれているのはプロメテウスと断定することができます。この黄色い丸で囲んだ部分に描かれているのはワシについばまれているプロメテウスということになります。そしてその右にも一人人物らしきものが描かれています。そしてその上にも描かれていますが、上の赤丸は当然ゼウスということになります。ここでのポイントは、牛イコールプロメテウスということになると、牛イコール延期となり、その上に描かれているのはアヌ王ということになります。つまりプロメテウスイコール延期とつながり、延期の上位神であるアヌ王へとつながっていきます。上の赤い丸で囲んだ人物がアヌ王ということになると、ギリシャ神話を元にすればアヌ王イコールゼウスということになります。となると、その左下に描かれている、動物ですけども、人物は誰かということになります。が、この動物イコール人物が誰であるかということについては、ラファエロ自身がその謎を解く手がかりを残してくれました。右の絵もラファエロ・サンチが描いた絵ですけども、この絵の中に奇妙な三本指の人間が描かれています。足元に注意してください。今赤丸で囲んでみました。この部分を拡大してみます。やや明るくしてみます。ここに描かれている足に注意してください。三本指の、人間ということになります。ここで注意していただきたいことは、左の足とそして右の足が同じであるという点です。ここが今日の一つの大切なポイントということになります。となると、この人物は誰かということですけども、他の人の足を消去法で消していきますと、この上の人物ということになります。この人物は誰なのかということになります。で、その謎を解くヒントを今度はミケランジェロ・ブアロルティが残してくれました。ミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像です。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。このような形で、左の人物はマリアであることをラファエロ・サンチは私たちにメッセージとして残したということになります。つまり三本指の人物はマリアの足ということになります。ここが次のポイントになりますから、注意深くご覧になってください。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。そしてそのことを知っていた人物が
もう一人います。言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。で、ここではもう一度そのシグラム・マラーノを確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチも3本指の人物の足を描いています。そしてその足はマリアの足ということになります。受胎告知の絵ですけども、この中央、赤い丸で囲んだ部分に注意してください。この置物の下に3本指の足が描かれています。やや左上の白いのは置物の足です。その下に3本指の足が描かれています。比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりここに描かれているマリアも3本指の魔女、つまりスリクスということになります。ローマ時代には最も恐れられた魔女です。人間の血を飲み、そして肉を食べていました。ウィキペディアの方では邪悪なオーメンの鳥と表現されています。つまりダ・ヴィンチもその事実を知っていたということになりますが、もともとダ・ヴィンチもミケランジェロもラファエロも1500年後のイエスの操り人形でしたから、このようにコンセプトが一致していたとしても何らおかしくないということになります。それはともかくも、その足がラファエロの絵の中にも描かれているというところに注意してください。こうしてマリアとつながっていきます。そしてそのプロメテウス、マリアの上にいるのが当然ゼウスイコールアヌ王ということになります。で、そのゼウスですけども、17世紀に発掘されたゼウス像と比較してみてください。17世紀にスメルナというところで発掘されました。そのゼウス像とコンセプトを共通します。こうしてゼウスイコールアヌ王、アヌ王イコールゼウセスが固められていきます。右がアヌ、左がゼウスということは、ゼウスイコールアヌ、アヌイコールゼウスということになります。となるとゼウスの向かって左側にいる女性らしき人物は誰かということになりますが、流れからするとニンフルサグということになりますが、これは確実ではありません。消去法で考えていくと、延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。そしてこの白い丸で囲んだ人物、子供たちは誰かと言いますと、流れからするとアダムとイブではないかという仮説が立ちますが、これも定かではありませんが、ここではっきりしていることは、上にいるのがゼウスイコールアヌ、そして右下にいるのがプロメテウスイコール延期ということになります。そして左下にいるのがマリアということになります。で、結論ということになります。もう一度ラファエロ・サンチの描いたこの絵を見てください。そして右下に描かれているのが牛と分かることによって、この絵の持つ謎を解くことができました。立花恵子さん、どうもありがとうございました。私もこの動物は馬と考えていましたが、これは牛です。つまり延期プロメテウスということになります。そしてその左にいるのがイシュタール、つまりストリクス、つまりマリアということになります。そしてその上に乗っているのがアヌ王イコールゼウスということになります。ギリシャ神話のゼウスと、そして堕天使プロメテウスの関係がこの一枚の絵で全て説明されるイコール証明されるということになります。そしてその上に一人もう一人忘れてはならない神が君臨しています。今赤い四角で囲んだ部分に注意してください。天井から光が伸びているのが分かります。つまり下にいるのがゼウスイコールアヌ王ということになると、もう一人
上位の神、つまりソフィアがこの絵の中に描かれているということになります。それについては別の動画で証明説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。ともかくもこの動画の結論はアヌ王イコールゼウス、ゼウスイコールアヌ王であったということです。これでゼウスの謎が解けました。 Bye for now. アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as follows. The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator God Jehovah. The true higher God was unknowable, infinite, unchangeable, andUndefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば、次のようにあります。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広し林浜祭りジャパン。あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義、あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央右から二人目に写っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。Shake- スピアーズとなっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るう、あるいはシェイクスピアの14行詩とも読めるわけです。ともかくもこんなところにハイフンがあり、 S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で、名前をですね、シェイク、スピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス、キリスト、つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私、林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのは、その本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。
ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びら、もしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの改革団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564をバラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの比数学にのっとっています。そして死亡年も1616年、この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2×7、やはり同じくバビロニアの比数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのは異難なイシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチオブローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林浩司は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチオブローマがローマの国教と認められると同時に、イシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみると、そのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によれば、あのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。by 林浩司発見です。775027の意味はヘブライ語のゲマトリア、つまり暗号によればキリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形でキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと私林浩司は考えています。その数字の中からダ・ヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。
67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば、替え玉あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチは、その上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な
神というのは知ることもできなく無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林博士です。つまり私林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで今日は聖なる霊ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now.
Thank you.